皆さんこんにちは。大変ご無沙汰しております。韓国在住のほろ酔い主婦です。食べ歩きが大好きで、韓国の美味しい料理を紹介しています。今日はソウル江南で飲んだ時のお店です。最初に訪れたお店は人気のサンギョプサル屋さん。ちょうど1年前になるんですが、 YouTube を通してつながった日本人の方とお初の時です。ドキドキしたけど美味しい料理とお酒のおかげですぐに打ち解けました。韓国料理を紹介するブログの中で知らない人はいないと言われる有名なブロガーさんともご一緒させてもらいまして、いろいろな美味しいお店を紹介してもらいました。こちらタモンチップというお店の名前で、料理を通して多くの夢を提供することを目指しているそうです。素敵ですね。初めての出会いにふさわしいお店。最初はビールから。皆さんお強くってビールはジュースのように飲んでます。最初に出てきたのはユッケ、それからお肉たち。お肉は厨房で下焼きされ、テーブルで炭火焼きに仕上げられます。肩ロースと豚トロ。肩ロースは他にはない食感で柔らかい。豚トロは脂の香ばしいこと。トリュフが入ってたんです。食べる時は全く気づかなかったけど、とにかく柔らかかったです。お店の名前のような夢はわからないけど、一味違った美味しさでした。最後にソフトクリームがサービスでもらえるみたいです。それは今回食べなかったな。2軒目はマッコリのお店。これまたおしゃれなところです。注文はテーブルにあるタッチパネルで、蜂の巣をその場でカットした蜂蜜マッコリを注文。なんかおしゃれ。本物の蜂蜜なのかな。蜂蜜とマッコリの甘さが調和。お酒というよりもデザートのような感覚。見た目が映えるインスタ用って感じだから、次ここに来たら頼まないかな。マッコリといえばチヂミ。セリとエビのチヂミは食べ応えがあってボリューム満点。揚げたて家ではこういかないんですよ。もう一人合流して乾杯。旅行の都合に合わせて抜けたり合流したりの自由な感じもいいですよね。チヂミを食べ終わった頃、もう一人合流して乾杯。最後に蜂蜜もちゃんと食べました。蜂の巣はガムのような食感で口に残るけど、そのまま食べても大丈夫なんだそうです。3軒目は汁物。メニューは酒飲みのための酔いさましスープだったり、お酒が進んじゃうホルモン鍋だったり、一人メニューもあるし、24時間営業だし、ここは酒飲みのオアシスです。今回は時間が早かったから空いてたけど、普段は仕事帰りの方たちでにぎわってるみたいです。今回はスークという牛肉の蒸し煮とホルモン鍋を注文しました。私まで旅行気分で楽しすぎます。これは薄切りの牛肉に特製ソースとお野菜と一緒に食べるもの。美味しい。これがソースとよく合うんですよ。スープもうまみたっぷり。これはお酒が進んじゃいますな。コプチャン鍋にシメのうどんを入れて食べるのも定番。お腹いっぱいなんて言ってられない。コプチャンが辛いからかビールが進んじゃったね。まだ薄暗いし、帰るには名残惜しいので4軒目行きますか。バスでジョンノサッカまで移動。チヂミのお店です。またチヂミだけど、さっきのチヂミとは別物。ここは古風に雰囲気で、なんといっても人情が厚い韓国のおばちゃんが焼いてくれるチヂミ。大勢いるからいろんな料理やマッコリを味わえて嬉しい。この時は気づかないけど、こうやって後で見直すとビールにソチュにマッコリに3本しながら結構飲んでますね。幸せなことです。ここのかきチヂミが美味しいんですけど、夏だからかなくて海鮮バージョンを注文しました。具だくさんで美味しい。最近はお好み焼きより韓国のチヂミの方が好きです。マッコリも種類が多いから飲み比べ。正直味は忘れてしまったんですが、マッコリは味のバリエーションが幅広いから味の違いは私でもわかる感じです。タラのチヂミ、さらに小麦粉をまぶして卵液にくぐらせて焼くだけの簡単チヂミで、これは意外に家でも美味しくできます。それからニラのチヂミ、こっちは家で作るとお腹がビチャってしちゃいます。火力がやっぱり注文なんですかね。全部美味しい。これはマッコリが進んじゃいますわ。午後の飛行機で韓国に到着したという方も合流してまた乾杯。美味しい韓国料理とお酒が新しい出会いを作ってくれるなんて本当に幸せです。今日も最後まで視聴いただきありがとうございました。また少しずつ動画をアップしていく予定なのでよろしくお願いします。